それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表事項は2件。まず最初の発表事項ですが、件名は臨時県議会提出予定案件についてでございます。それではお願いいたします。お手元に、資料がありますけれども、平成24年8月臨時県議会提出予定案件につきまして、ご説明を申し上げます。8月の臨時県議会は8月7日に召集することといたしまして、本日召集告示を行ったところであります。提出案件は条例案1件の予定であります。提出案件の条例案についてでありますが、私の給料の減額を行うため、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び山梨県知事等の給料の特例に関する条例中改正の件を提出することといたしました。昨年の減額の内容でございますが、給料月額を10分の1減額している現行の措置に加えまして、平成24年8月1日分から1年間10分の2を減額する措置を講ずるものであり、合わせて10分の3の減額となるわけであります。以上であります。知事からの発表が終わりました。この件についてご質問を受けたいと思います。何かございますでしょうか。はい、参議院の藤原です。先週金曜日の全員協議会で、知事の方から処分の表明というかをされたんですが、その後、数日経っておるんですけど、反応というか、どういうふうになんか知事のところに届いている反応みたいなものはあるんでしょうか。私のところには、特に県民の皆さんとか、そういう方から具体的な反応は、ございません。よろしいですか。はい、やばい。毎日新聞の話です。いくつかの市民団体等がですね、減額に関して軽いのではないかということで辞職を求められる要望書等を提出されてますが、それは知事のところには届いておりますでしょうか。日本共産党山梨県本部ほか、共産党関係の2団体から、辞職を求める趣旨の要求書といいましょうか、そういうものが来ております。それについてはどのようにお考えになっておられるでしょうか。一つのご意見として、しっかり受け止めて、これからの反省材料にしていきたいというふうに思っております。そうしますと改めて辞職というお考えはないということでよろしいでしょうか。おっしゃるとおりです。その他、はい、関連ですか。山梨県の鈴木です。実際に市民の声を聞いてみますと、結構厳しいご意見なんかも聞かれたわけですけれども、率直にそういった意見をですね、どう受け止めていらっしゃるのかお伺いしたいんですが、先日の、全員協議会での議員の皆さんのご発言、またその後の記者会見における皆さんのご発言、その他あるいは新聞論調その他見ておりましてですね、県民の皆さんの今回の件に対する反応というものは極めて厳しいものがあるというふうに受け止めております。これに対しては再々申し上げておりますように、深く反省をしながら、今後一層身を接して、県民および県政のために全身全霊で努力をしていきたい、そのことによって、責任を果たしていきたいというふうに思っております。すみません、関連続けて、先週の会見の、その表明の場でですね、ちょっと私の方で質問させていただいた、その仕立券をボンクレの儀礼的なものとして受け取られているという意味で、中堅統制法としてというご見解があったということですが、その時に別にですね、合わせてあったと思うという
返答だったわけですけれども、あの物品の方も、まあ、いわゆるお中元とお歳暮の方も、まあ、別にいただいていたこともあるというお答えだったわけですが、あのちょっとあの取材にするとですね、まあ、その高級食材のようなんですが、まあ、それはまあ別としてお中元お歳暮が物品で配られた時期と仕立て券がまた手元に渡った時期とかですね、まあ、若干離れているような節もある旨聞きまして、まあ、取材の中でですけれども、そうするとその1年間のうちにですね、お中元とお歳暮をまあ2度ずつ同じ人間からいただいたことになるわけですけれども、まあ、ちょっとその取材の真意も含めまして確認をさせていただきたいんですが、見解をお願いします。まあ、あのそういう文プレの、 あの贈答につきましては、まあ、いろんな方からですね、まあ、いただいたことがあったものですから、まあ、具体的にあのその方からあのどういうものをですね、いつ頃何回どれだけもらったかというようなことはいちいち記憶しておりませんけれども、まあ、あのそういうものを贈答をいただいたことはあったと、まあ、いうことを申し上げたわけであります。まあ、それ以上に具体的にどういうものをいつ頃ということまではですね、まあ、これはあの一つ一つ記憶しておりませんので申し訳ありません。その他、はい、はい、その仕立て券の問題で関連なんですが、先日知事はスーツを仕立てた際に医師と書いていたのではないかという疑惑というか報道についてご記憶ないという話で、その際確認する必要はないのではないかとお話しされてましたが、お考え変わりはないでしょうか。まあ、あのそういういろいろな情報があるわけで、まあ、そういうものについて一つ一つあの確認をする必要はないんじゃないかと、まあ、いうふうに思っております。その疑惑についても県民からですね、非常に不信感というのが出ておりまして、ご自身で確認できるものであればそういった努力をされるべきではないかと思うんですが、必要ないとおっしゃる理由をお聞かせいただけますでしょうか。あの今回のことについてはですね、あの、まあ、軽率であったことは、まあ、深く、まあ、反省をし、それを手ことしてですね、これから自分を律しながら、従来以上にですね、県政のために頑張っていきたいと、まあ、いうこの未来に向かってですね、まあ、そういう努力をしていくということをお約束したわけでありますから、まあ、そのことに全力を尽くすべきであってですね、まあ、過去のことについて、まあ、一つ一つのことに、私がそういう時間を割くより前向きに未来に向かった、努力というものをですね、一生懸命やるべきではないかというふうに思っております。そうしますと、先日その必要ないとおっしゃった際には報道、捜査機関から漏れるわけがないので確かな情報ではないかというふうに、まあ、やや否定気味にお話をされていたと思うんですが、ご自身で確認を取られるのは手間だからそれはやらないと、確認ですがそういうことでよろしいでしょうか。そういうことにあの一つ一つ努力するよりもですね、前向きに県政に向けて、努力をしていくことが大事ではないかと、まあ、いうふうに思います。今のご説明で、県民の疑念が払拭されるというふうにお考えでしょうか。あの県民の皆さん あの疑念というか、あの、まあ、不信といいましょうかね、ご批判というのは大変大きなものがあるというふうに思っております。まあ、したがってあのそれに応えてい、くためにはですね、記者会見で申し上げましたように、まあ、これから この真摯な努力によってですね、まあ、そうした県民の不信に応えていくしかないというふうに思っておりますから、まあ、そういう前向きの努力をさせていただきたいというふうに思っております。はい、その他はどうでしょうか。
新聞は行っています。今真摯な努力というのは、例えばその県民の疑問に答えるってことは真摯な努力に入らないというふうにお考えなんでしょうか。まあ申し上げていることは、これから繰り返しになりますけれども、県政のためにですね、まあ、従来以上に全身全霊でお役に立てるように努力をしていきたい、まあ、そのことによって、県民の、まあ、信頼をですね、回復していきたいと思っておりますので、私としては、まあ、そのようにさせていただきたいと、まあ、いうことを申し上げています。その真摯な努力っていうのは、その、県政に向けるということが真摯な努力というふうに考えてしまうんです。はい、そんな他ございますか。はい、それでは以上をもちまして1件目の発表事項についての質問をお話しします。それでは2件目の発表事項でございます。山梨県イメージアップ大賞表彰の決定についてでございます。よろしくお願いします。お手元に資料があると思いますけれども、これは読み上げさせていただきます。果実、皆様方県政記者クラブ加盟各社等を委員とする山梨県イメージアップ大賞選考委員会での選考をいただき、直木賞を受賞された本県出身の作家である辻村瑞希さんの表彰を決定いたしました。辻村さんは府役市のご出身で、平成16年新人作家の登竜門の一つであるネキスト賞の受賞を機に作家デビューを果たすと、その後次々に作品を発表され、平成23年には吉川英治文学新人賞を受賞したほか、直木賞をはじめ数々の文学賞の候補にたびたび上がるなど、若手人気作家として高い評価を得ております。また辻村さんは大学卒業後しばらくの間、地元山梨に戻って団体職員として働く傍ら、執筆活動を行っており、こうした経験から山梨を彷彿とさせる地方を題材にした作品も多く発表されておられます。今回の直木賞受賞は3度目のノミネートの末の、まさしく県民待望の朗報であり、県民に大きな喜びと感動を与えるとともに、県内外の数多くのメディアに取り上げられ、本県のイメージアップに大いに貢献をされましたので、山梨県イメージアップ大賞をお送りすることといたしました。この度の快挙は私たち山梨県民の誇りであり、辻村さんにはこの受賞を機に今後も素晴らしい作品を発表していただき、多くの人々に夢や感動を与えていただきますようご期待を申し上げます。なお表彰式の日程につきましては後日改めて発表させていただきます。以上であります。2件目の発表が終わりました。この件につきましてご質問をお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。はい。UTY 前橋ですが、表彰式の日程後日ということなんですが、目処としていつ頃というのは分かりますか。それは私にも。聞くところによりますと、直木賞の授賞式がですね、8月の 中下旬を予定しておるようですので、まあ、それ以降、できるだけ早い、時期に辻村さんと日程を調整させていただきたいと思います。その他ございますか。その他この2件目の件につきましては質問を終わらせていただきます。それでは、これ以外の発表事項以外のその他の件についてご質問を受けしたいと思います。何かございますか。その件時事通信の時代です。29日に山口県知事選があって、自民公明両党推薦の山本さんが当選したんですけども、まあ、その際無所属の飯田さんがかなり追い上げてですね、まあかなり、まあ、山口県というと結構保守が強い基盤だと思うんですけども、まあ、この知事選を見られて、まあ、現在 その政党、まあ、選挙に関してどのような見解を持ちかということ と、山口は上関原発が中国電力で計画されていることもあって、まあ、それを反対した
飯田さんがかなり泳がれたと。でこういう、まあ、世論の動向を見られて、原発に対する国内の動向も含めてですね、どのようにお感じになられたか、ちょっと見解をお願いします。まあ、山口県新選の結果は、山本さんが20万票ぐらい、飯田さんが14万票ぐらいでした。だいたい64という感じでですね、まあ、事前の世論調査もだいたいそんな数字だったというふうに聞いております。まあ、しかし山口県という保証国と言われる県としてはですね、自民公明が推薦をしている候補である田中さんに対して、まあ、飯田さんが無所属の立場でですね、まあ、相当肉薄したと、肉薄と言いますか、まあ、接近したという感じは出ております。まあ、やはり飯田さんの知名度、それから橋本大阪市長の顧問を務めておられるというようなこと、原発に対する姿勢、まあ、そういうふうなものが影響したんであろうというふうに思いますが、まあ、しかしそういう中にあって6対4ということは、まあ、山口県民は比較的冷静に判断を、総合的な判断をしたのではないかという感じがしております。それから上関原発については私も詳しくは知りませんけども、飯田さんはもちろん反対ですが、山本さんの方も凍結という、従来からの2位の姿勢を堅持をしているということのようですから、まあ、そんなにこうスタンスに違いはないんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、いずれにしても原発に対する非常に厳しい世論、とりわけ再稼働について反対をする声が大変に大きいということはですね、まあ、これは政府としても真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。まあ、しかしそうは言ってもこれはやっぱり時間軸で考えていくべきものでありまして、まあ、今直ちに、原発を全て、再稼働させないと、つい、まあ、2年前は 26% の安定的な電力源であったものがゼロになるということはですね、まあ、仮に、節電の努力とかあるいは、石油の火力発電とかそういうものを再稼働させたりなんとかということでいろんな手を打って仮にこの切り抜けることができるとしてもですね、まあ、非常にエネルギー事情が不安定になって、毎日何かの突破事故が起こった時にはブラックアウトというようなですね、そういう事態になり、そうなった時にはこの経済にも国民生活にも大変な影響を及ぼすことは、昨年の計画運転で我々が経験したことであります。改めてあの時に、まあ、山梨県の企業の皆さんに聞いても電力というのは極めて重要な産業基盤だということをですね、企業というか産業界が認識をされたわけでありまして、これが不安定だということになると、これはやはり海外へですね、海外へ出るとかですね、そういう動きを加速し、日本の雇用とかそういうふうにマイナスの影響を及ぼしてくる可能性がありますから、まあ、やはり原子力規制委員会もできたわけでありますし、まあ、しっかりした安全基準を作ってそれにのっとって審査をして、それをクリアしたものについては、地元の理解を得て再稼働していくということは必要だというふうに思います。まあ、しかし長い目で見ていったときにはやはり原発からの依存を少なくしていくことはですね、極めて大事なことでありまして、そのために節電、一層の節電の努力、省エネの努力とか、あるいは再生可能エネルギーの一層の開発活用とかですね、まあ、そういう努力を国を挙げてですね、傾けていく必要があるというふうに思っております。はい、その他ございますでしょうか。はい、話をそうするんです。ロンドンオリンピックなんですけれども、まあ、鈴木選手がですね銅メダルということで個人、まあ、山梨学院大学の選手としてですね、まあ、県勢として、個人がメダルを取っていうこと自体、まあ、かなり、
まあ、ちょっと過去を振り返れないんですけれども、まあ、長年ない中で、感想をお願いしたいんですが。ですね。まあ、あの鈴木さんの今回の平泳ぎ決勝での銅メダルというのは、まあ、大変な快挙だというふうに思います。今までの例では山梨県勢の夏季オリンピックにおけるメダルの獲得というのは、2004年のアテネオリンピックの野球で銅メダルを獲得した小林正秀投手以来で8年ぶりでありまして、個人競技としては初のメダルだということであります。まあ、あのそれをさらにたどればですね、あの当時の魔女と言われたあのバレーボールの金メダルの笠井正恵さんとか、まあ、そういう方もいるわけでありますけれども、まあ、これが団体競技でありまして、個人競技としては初のメダルということであります。まあ、あの冬季のオリンピックでは橋本聖子さんとか岡崎朋美さんがあの個人競技でもメダルを取ってこられるわけであります。まあ、鈴木さんについてはあの 100m よりむしろ 200m 平泳ぎの方が得意だと言われておりますしですね、これからその競技があ あるわけであってですね、これは大いにあの期待をしたいと思いますし、まあ、さらに県勢では米光さんはじめとして有力なメダル候補もこれからおりますのでですね、私どもとしてはその活躍に期待をしていきたいというふうに思っております。以上です。よろしいでしょうか。はい。その他はございますでしょうか。はい、やばい。先日あの明けの食品業の関係で鈴木先生が実験をされてですね、まあ、あの要は少なくともその例の漏水検知システムが作動するですね、可能性は、まあ、県の指摘したもの以外にも、まあ、あるという仮説のと、まあ、実験自体は、まあ、証明できなかったようなんですが、その仮説を提起されたことによる、まあ、今後例えば施工業者の訴訟とかに対するですね、影響などはあるんでしょうか。まあ、あの鈴木先生はおっしゃるようなあの、まあ、導線と導線とが完全にくっついたと、そのために、まあ、あの通電電気が通じたというのではなくて、まあ、導線と導線との間にあの薄い膜状のですね、状態があっても通電をするのではないかという仮説を立てになっている。まあ、なかなか難しいですが、私はそのように聞いております。それで、まあ、いずれにしてもあの9月のまであのそれぞれ、この鈴木先生と澤先生に、検討をお願いをして、9月の安全管理委員会で報告をしていただくということになっております。まだ鈴木先生もあのご自分の考え方について検討をしている段階でありますので、ですね、まあ、今の段階で、それが、まあ、今後の訴訟にどう影響するかとかですね、まあ、そういうことはちょっと今の段階ではわからないという状況であります。いずれにしても、まあ、9月先生から報告が提出されますので、ですね、まあ、あのそれが出てくるとあのおっしゃるようなご質問に対するお答えはできるだろうというふうに思います。ということは、まあ、とりあえず業者の提出はその9月の安全管理委員会の結果を、まあ、見てからということになっているでしょうか。まあ、あの訴訟のそうですね、あの提起はやっぱりあのその両先生の報告書が、まあ、有力なあの主張の材料になる可能性もありますからですね、それを見てから行うのが適当だと思いますが、そうですか。予定で、あ、そういう予定であります。あのもう一件、あの土地開発公社の例の土地の問題でですね、また新たに大量の廃棄物が、まあ、見つかったということでですね、まあ、非常にあの問題が、まあ、深刻化しておるというところなんですけど、その問題に対する、まあ、知事の見解を聞きたいのと、まあ、あとまだしばらく掘削する面積もまだしばらくがちょっと残っているようなんで、まあ、今後もまだ拡大する恐れがあると思うんですが、まあ、ちょっとまだ難しいところですが、その辺の見通しについてどう見ているか、お聞かせください。おっしゃるようにあの当初は、まあ、あの土地工業団地の途中から、
本来は入ってはならない非常に大きな石などがですね、発見をされたと、まあ、いうことから問題が起こってきたわけでありますが、その後工場側との企業側との相談の上で掘削をしていったところ、非常に深いところに、まあ、6メートルとか4メートルとかかなり深いところに、まあ、産業廃棄ですが、かなりの量埋め立てられていたと、まあ、いうことでありまして、まあ、これは端的に言うとやっぱりそういう、まあ、公共事業の残土、トンネル等の残土をあそこに埋め立っていたと、まあ、平成10年から15年の間に埋め立っていたと言われておりますけれども、まあ、そういう際に合わせて、廃棄物等が埋め立てられたのではないか、まあ、これはまだ確定はしておりませんけれども、そういう可能性もあるわけでありまして、まあ、いずれにしても大変に、まあ、校舎の、その管理監督体制がですね不十分だったと、施工管理体制が不十分だったということであって、誠に遺憾なことだと思っております。まあ、今後さらに、その廃棄物の量が増えるんじゃないかと、まあ、いう可能性でありますけれども、まあ、今その周辺を掘削をしているところであります。おっしゃるようにさらに増えるかもしれません。今の段階ではまだ何とも言えませんが、まあ、結果が明らかになったらまた発表をしたいというふうに思っております。まあ、仮にですね、これ以上まあ廃棄物が見つかって、まあ、拡大するような場合、まあ、極端な話、まあ、土地を返してもらって企業側との契約、まあ、は打ち切るというか形になるということも想定されるんでしょうか。まあ、これは責任は校舎側に、まあ、あるわけでありまして、まあ、言ってみれば不完全履行、瑕疵ある債務履行ということでありまして、校舎側に、まあ、責任が、まあ、あるわけであります。従いまして契約を解除する権利は、相手方企業側にのみあってですね、校舎サイドには契約を解除する権利はないというわけであります。で、今の段階では企業としては、まあ、そういうものは撤去した後にですね、工場を建てたいと、あそこで工場を建てたいと言っておられるわけでありますから、まあ、それを前提にして、まあ、最大限、誠意を持ってですね、責任を果たしていくというのが、まあ、公社のスタンスであります。仮に、まあ、契約が解除できたとした場合でありますけれども、まあ、これは担当の方で、まあ、いろんな試算をしておりますが、契約を解除して、土地を返してもらってもう一回造成を全部し直して、そしてそれをどっか他の企業に売ると、まあ、いうことをした場合はですね、今の工事を続行した場合に比べてより大きな損失になると、まあ、いうことでありますので、ですね、まあ、おそらくこれはまあ計算のいろいろやり方ですが、まあ、いろんな計算やってもそうなるだろうと思います。例えばそのなんですね、企業の、 その営業損失が出てまいりましたですね、企業としては本来何月何日にそこに工場を建って営業を始めたかったところが、まあ、それができなくなって1年が1年延びたとすると、まあ、その間の営業損失が当然出てくるわけで、まあ、そういうふうなものも加味するとですね、ここで解除して、した場合の方がより大きな負担が公社にかかるのではないかというふうに思います。まあ、そういうこともありですね、先ほど申し上げましたように企業としてはあそこで工場を建てたいと、公社が誠意を持ってきちんと対応してくれるならばそうしたいとこう言っておりますのでですね、公社としては誠意を持って対応していくという考え方でいるところです。よろしいでしょうか。はい、その他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは内容についてで以上をもちまして会見を終了いたします。ありがとうございます。